ハレルヤー、アメン。アメン。ハレルヤー。こんばんは。こんばんは、ハレルヤー。お元気ですか？今日も寒かったですね。昨日の夜大雪だったんですね。昨日の夜大雪で、今日の朝ですね、またあの雪景色配信しようと思ったんですが、起きてみたらですね、溶けていて凍っていたという感じなんですが、今日はちょっと大雪配信、雪景色配信できなかったんですね。なんかこう大雪の時に配信してみたいという気持ちがあります。まあ、今年これからもね、大雪の時が来るかもしれません。そしたらですね、大雪配信したいと思っております。アメン。まあ、全国的に、特にあの裏日本は大雪の、今大雪なんじゃないでしょうかね。普段よりも雪が多いのではないでしょうか。裏日本なんて言わないかな。裏日本って言わない。はい。まずですね、お知らせがあって、8時からですね、あ、裏日本って言わないの、あの8時から第3のリレー配信がありますね。8時からあの第3のリレー配信がありますね。一応ちょっと貼っときますので、皆さんまた後で連絡するかもしれませんが、忘れないうちにまず、第3のリレー配信8時からありますので、皆さん見てくださいね。また最後の方に、報告したいと思います。今日はですね、アミラニさん、こんばんは。今日はですね、ちょっと特別企画でですね、Q&A 大会、 Q&A ね、 Q&A 大会なんですが、あのいつもですね、あのコメントで質問してもらう時もありましたけど、コメントだとですね、あのたくさんありすぎてちょっと無理なので、今日はですね、スカイプチャットですね、通話の方じゃなくてチャットですね、スカイプチャットで質問相談をしたいと思います。 ID はパスターQちゃんですね。違ったかな。あ、いいんですね。 ID はパスターQちゃんで、スカイプチャットで質問してください。で、ハンドルネームは、呼びませんので安心してください。スカイプチャットくださってもですね、私の方はハンドルネームを呼びません。まあ、もちろんですね、あのこう何でもかんでも答えるわけではありません。信仰的な、のだけ答えますので、はい。それではですね、いきます。はい。あ、質問も来ましたね。相談したいことがある。じゃあですね、あのチャットで相談してください。今日はですね、通話はしませんので、突如ではできませんので、あのチャットで相談してください。はい、はい。ぜひ、じゃあもうスタートですよ。皆さん、スカイプチャットで質問相談してください。政教新聞を父親が取り始めたのですが、どうしたらいいでしょうか。お父さんが政教新聞を取り始めた。ほっといてください。ほっといていいですね。それ読まなきゃいいんですから、ほっといてくださいね。はい、はい。他に質問ないですか。遠慮なく、どうぞどうぞ。あ、1個ありました。はい。キューちゃん、こんばんは。質問があります。クリスチャンはエッチな動画や画像を見たりしたらいけないのでしょうか。またエッチなコミに入ることもいけないのでしょうか。その見る方は、あのもちろん、あの見ない方がいいですね。見ない方がいいです。で、エッチなコミュっていうのは、放送主のそのエッチな放送のコミュってことでしょうか。そういう放送を見るために入るのは良くないと思いますね。私の場合は、私のコミュに入ってくれるということで、
交換みたいな形でいろんなコミュニティに入っていますが、ただ私はそれ見るためじゃないんですね。見るためじゃなくて、今一種の伝道のために私の方に入ってくれたら入るという、そういう感じですね。ですから問題なのはそういうのを見るのが良くないということですね。皆さんもですね、もうちょっとこう悪い放送だったらすぐやめちゃうぐらいな気持ちが必要ですね。そういうもので楽しまない、そういうもので喜ばないということで、兄弟姉妹の方々、私たちはそういう俗悪のことで喜んではいけません、ね、私たちは、霊的な喜び、信仰的な喜びで喜ぶべきですね、それ俗悪的な喜びをしないように気をつけましょう。はい、次の、質問ですね。洗礼を受けると何が変わりますか。信じると変わりますけれども、洗礼というのは告白ですから、その信仰がはっきりするという意味では信仰が良くなるということでしょうかね。ですからイエス様を信じた方は洗礼を受けることを、受ける必要があります。で、今ですね、洗礼を受けたい方はスカイプで連絡を募集してますので、皆さんの中で洗礼を受けたい方は、私の方のスカイプで洗礼を受けたいということを申し出てください。はい、はい、これちょっとも質問が止まっちゃったんですけども、はい、どんどん遠慮なく来てください。なかなかやっぱりスカイプだと質問しにくいかな。はい、洗礼ですか。洗礼はですね、ネット洗礼を考えてますし、もしお近くだったらですね、教会に来てもらって洗礼をします。はい、カリスマの教会がない方とか遠くの方はですね、ネット洗礼を考えていますね。訪問ですか。訪問は大歓迎ですよ。次来ましたか。ちょっと待ってください。キューちゃん牧師さんがつけているおしゃれなネックレスはいくらほどですか。これはガーナで買ったんですが、これは300円ですね。これはガーナで300円で買いました。次、どうやったら牧師になれるんですか。はい、信仰を持ってですね、模範になるような信仰、ある程度訓練したら牧師になれますので、牧師になりたい方は申し出てくださいね。牧師になりたい方は、申し出てください。はい、次ですね。ごまさん、2週間礼拝出てないんですが、クリスチャン読みましたか。そんなことはないですよ。今週は風邪ですね。先週はちょっとですね、ドールショーにいたという、ドールショーに行きました。で、今週は風邪で休みまして、クリスチャン辞めたわけではありません。それから次ですね、こんばんは。聖書って1日何ページずつ読み進めばよいですか。難しい質問ですね。1日1章っていう方もいますし、1日3章っていう方もいます。それはですね、自分が読みやすいペースでいいと思います。たくさん読んだからいいということではありません。やはりですね、じっくり味わうかどうかというね、そういう聖書の読み方っていうのは、やっぱりよく考えるという感じでしょうかね。次ですね。はじめまして、いきなりの質問で失礼します。どんなやり方でどうやってネット洗礼を行うんですか。ネットで洗礼ってイメージが湧きません。まあこれはですね、他の教会ではまだ認めてないことだと思うんですが、ちゃんと質問して、その質問に答えて、本人が水をかけるというやり方ですね。これが有効かどうかっていうのは議論があるんですが、しかし今までの経験だと油注ぎがあるので神様が認めてくれてるんではないかというふうに考えております。次の質問。
どうやって生活してるんですか、お金はどうしてるんですか、年金ですか。はい、私はですね、教会の献金、それから、チャーチスクールの月謝、それから、駐車場の お金、年金、ね、いろいろあります。いろんなところでお金が来ておりますね。はい、次の質問ですね。たくさん、結構たくさん来てますね。キューちゃんこんばんは。以前はイエス様の夢を見たことがあるんですが、サタンの夢を見たことはありません。サタンが夢に出てくることはあるんでしょうか。ありますよ。サタンが夢に出てくることもあります。でも嫌ですよね、サタンが夢に出てきちゃ困ります。はい、次ですね。キューちゃん牧師さんの教会は何県にあるんですか。機会があれば行ってみたいです。東京町田市ですね。東京町田市です。はい、次の質問。お金で買えない価値がある、買えるものは。お金で買えない価値が、お金で買えない価値がある、買えるものは。お金で買えないもの、神様のものはお金で買えませんね。神様のものはお金で買えない。お金で買えるものは、物質的なものは買えるでしょうね。物質的なものは。お金で買えないものは、神様に関わるものは買えませんね。それからカリスマなどの宗派の違いを教えてください。プロテスタントを大きく分けると、聖霊派、福音派、社会派になります。プロテスタントを3つに分けると、聖霊派、福音派、社会派で、聖霊派と福音派は福音主義といいまして、聖書をそのまま信じるということですね。そして社会派というのはリベラルなんですね。はい、そしてその聖霊派の中にカリスマ派とペンテコステ派があります。聖霊派の中にカリスマ派とペンテコステ派で、聖霊派っていうのは、聖霊を強調するわけですが、主に異言を認めます。異言ですね。で、福音派と社会派は異言を認めません。次の質問。突然質問です。イエス様の弟子はどのくらいいたんでしょうか。イエス様が復活した時に500人の弟子に現れたと言ってますね。本当はもっとたくさんいると思うんですが、一応500人の弟子に現れたと書いてありますので、500人以上はいたということですね。次の質問。プロテスタントとカトリックのはどう違うんですか。簡単に言えば古いか新しいかということで、カトリックは古い、プロテスタントは新しいということですね。もっと細かい、違いもあります。例えばマリアに対する考え方が違う。カトリックではマリアに対してこう祈るということがありますが、プロテスタントはマリアに対して祈らないということですね。で、カトリックは一つの教会としてまとまっています。で、プロテスタントは一つの教会にはなっていませんね。バラバラといえばバラバラですね。あと法王に対しての考え方も違いますね。カトリックは法王に対して、間違いがないというような言い方をしますが、私たちは法王も一人の人間と考えますね。はい、次の質問。キューちゃんこんばんは。以前はイエス様から甘くてクリーミーな飴をもらったことがあるんですが、あの飴の名前は何でしょうか。それはあれじゃないですか、なんか宣伝に出てたやつじゃないですか。はい、たくさんありますね。ありがとうございますという方もいます。どんどん来ますね。意外と忙しくなりましたね。次の質問。クリスチャンになりたいんですが、父に仏教をやめたら縁を切ると言われたんですが、どうしたらいいですか。私も3回ですね、感動されましたので、ぜひ縁を切ると言われてもクリスチャンになってください。なぜかというと、その方が結局お父さんを祝福することになります。ただできるだけでですね、丁寧に説得しながら、怒らないでね、こう切れるような形で言わないで、できるだけ説得して冷静に言ってください。はい、幽霊はいるんですか。幽霊いりますよ。幽霊います。悪霊ですね。悪霊がいます。キューちゃんさんの最新はなぜ荒れるんでしょうか。私は腹が立って仕方がありません。ですね、やっぱり伝道すると悪霊が嫌がるんですね。伝道には迫害がつきものです。つまり霊的な戦いなんですね。
伝道するってことはもう悪魔と戦ってるという感じで、それでですね荒れるんです。でもですね、気にしないでください。このその荒れるということはかえって効果があるということですね。効果があるということで、それは大丈夫なんです。はじめまして、こんばんは。僕は障害者ですが、よろしくお願いします。モルモン教というのはどういう教えですか？モルモン教はキリスト教三大異端で、キリスト教ではありません。モルモン教、モノミノ教、統一教会はキリスト教三大異端ですね。こんにちは、パスターキューちゃんさん。はじめまして、17歳です。まだまだわからないことばかりなので、よろしければ質問させてください。あ、さっき、答えましたね。はい、次の方、たくさんありますね。嬉しいですね。キリスト教ではなぜ自殺は許されないのでしょうか？人間の体は神様に似せて作られたもので、大事にしなきゃいけないんだということですね。自分のものではないんだよということですね。自分のものではない。だから、ぜひ自分の体を大事にしましょう。はい、嬉しいですね。どんどん来ますね。キリちゃんさん、こんばんは。クリスチャンが日本から年々減ってきているんですが、今後どうしますか？大丈夫ですよ。もうすぐリバイバルが起きますから。もうすぐリバイバルが起きますから、心配しないでください。みんなで、一生懸命やりましょう。はい。キリちゃん、なぜ BSP の皆さんはディスられるのでしょうか？これもさっきと同じように伝道するからですね。伝道するからディスられる。ですから、ダイさん、こんばんは。だから皆さん喜びましょう。BSP の方々喜んでくださいね。イエスキリストのゆえに、苦しむことはいいことだって書いてあるので、決してがっかりしないでください。よろしくお願いします。南林間に住んでる大学生です。そうですか。近いので、ぜひぜひリアルの教会に来てくださると嬉しいですね。はい。それから、はじめまして、いきなりの質問で失礼します。これ やりましたね。やはりエホの証人はやめた方がいいですか？異端はダメですか？ダメですね。異端はダメですよ。異端は異端ですよ。とにかくキリスト教じゃないですからダメですね。佐野が放送しないようにイエス様に祈っていったら、佐野の放送が減りました。これはイエス様の力になるんですか？私、佐野さん知らないから分かりません。すいません。次は、モルモン教しか天国に行けないと聞いたんですが、本当ですか？モルモン教の人はそう言うでしょう。でも、私はプロテスタントのカリスマからすれば逆です。ね。異端では天国に行けません。異端では天国に行けませんね。次の方。牧師と神父はどこが違うんですか？牧師がプロテスタントで、神父はカトリックですね。キリスト教の神様と神社の神様は違うんですか？違います。違います。神社の神様はね、アマテラスオミカミとか、それから、いろんな菅原道真とか、それから、たくさんいますね。神様がいるのに、どうして戦争や災害などが悲惨なことが起きるのですか？人間の罪ですね。人間の罪で戦争や悲惨なことが起きます。はい、次の方。ラピュタさんが反キリスト教的な放送を繰り返しています。あの人は地獄に行くのでしょうか？知りません、知りません。まあね、反キリスト教的な放送をするってこと自体はちょっと問題ですよね。信者になるときにはどのようなことをするんですか？まず、悔い改めてイエスキリストを信じて洗礼を受けるんですね。そしてイエス様の教えを学ぶことですね。どんどん来ますね。結構来ますね。キリちゃん、こんばんは。キリスト教ではなんでゲイは許されないんですか？神様がね、男は男、女は女で作ったんですね。まあ、そういうことの中で許されないということなんですね。男は男、女は女ということですね。はい。次は、ヤフミに予約するように言ってやってください。お願いします。何の予約でしょうか？放送の予約でしょうか？
こんなカラフルな弾幕が流れていてたまに笑ってしまいそうなことないんですか？私弾幕見てないんですよ。弾幕やると落ちちゃうんですね、ブラウザが。あまり多いので弾幕が。だからね、私弾幕見てないんですね。弾幕見ておりません。次、何度も質問しちゃってごめんなさい。洗礼するときにされる質問とは大まかにどういうことを質問されますか？罪を悔い改めますか？罪を認めますか？イエス・キリストを信じますか？イエス・キリストに従いますか？そういうような質問ですね。そういうような質問をします。キューちゃんさん、こんばんは。質問です。罪が罰が当たると言いますが、本当に神様が見て罰を当てたのですか、それともまぐれなんでしょうか。こんなしょうもない質問ですみません。罰が当たると言いますが、難しい質問ですね。神様はね、キリスト教の神様はその罰を与えるというよりも救う 神様ですね。ですから罰は最後の最後に与えますので、もちろんね、途中でも与えるかもしれませんが、基本的には罰を与えないで救う神様ですので、あまり恐れないで、大丈夫ですからね。その次は、今度は、ありがとうございます。応援しています。ありがとうございます。次は、イエス様の信者はどこの国が一番多いんですか？ガーナとかナイジェリアは多い方ですね。韓国も多い。それから、中南米が多いですね。中南米ですね。まだ、人口の半分以上クリスチャンという国は結構多いですね。欧米もクリスチャン多いですが、ただ欧米の場合はちょっとこう敬愛化しているので多いかどうか分かりません。ゲイではないのにゲイだと言われて困っています。もうスルーしましょう。気にしないで。全然そんなことは気にしなくていいんですね。私もいろいろ悪口言われますけど気にしてません。スルーしてください。イエス様を 100% 信じるにはどうしたらいいですか？祈ってください。イエス様を 100% 信じれるようにしてください。イエス様を 100% 信じれるようにしてくださいと祈ってください。イエス様が結婚したって本当ですか？それ嘘ですね。それは嘘です。クリスチャンって死んだら家のお墓に入らないんですか？洗礼を受けたら家の仏壇やはりどうしたらいいんですか？お墓に入ってもいいですよ。お墓に入ってもいいです。で、家の仏壇や位牌はですね、自分のものじゃなければ何もできませんね。自分のものではなければね。もし自分が何か処分できるならば処分してした方がいいですね。質問。お父さんが吉祥寺に、アゼリアというマンションに住んでいるのですが、最近夜逃げしてしまいました。お母さんが一人ぼっちです。イエス様助けてくれますか？助けてくれますよ。助けてくれますので祈ってあげてくださいね。祈ってあげてください。大丈夫ですよ。障害者でも伝道は可能ですか？もちろん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 、障害者でも、伝道できます。頑張ってくださいね。できますよ。次の方。オレンジジュースは飲みまくり隊のメンバーになりませんか？オレンジジュース飲みまくり隊のメンバーですから、ちょっとお腹壊しそうなのでお断りします。オレンジジュース好きだけどね、飲みまくり隊っていうのはちょっとですね、老人にはきついんじゃないですかね。うなちゃんマンはサタンに誘惑されるのでしょうか？うなちゃんマンが更生して社会復帰するように祈ってください。祈ってあげてください。次は、キューちゃんの一番好きな制服ですか？強くあれ、惜しくあれ、おののいてはいけない、恐れてはいけない、私が共にいる、私が共にいる、この制服が好きですね。次の方。クリスチャンが原因で学校でいじめられてます。どうしたらいいですか？喜んでください。イエス・キリストのゆえに、もしいじめられてたら喜んでください。心配いりません。ありがとうございます。はい。キューちゃんはいつからクリスチャンなんですか？およそ34年前、27歳ぐらいの時に洗礼を受けました。ね、
27歳くらいの時に洗礼を受けましたね。カラクリ博士知ってますか？カラクリ博士知りません。ごめんなさい。はい、たくさん質問来ましたよね。びっくりしました。意外とたくさん来て嬉しいですね。たくさん、質問来ましたね。すごいですね。もう終わっちゃったんですか？もう質問ないですか？来ましたね。Qちゃんの家族が LTL の日曜礼拝に来ない理由は何ですか？難しい質問ですね。あのね、まあ子供たちがね、あの横浜の学校に行ってまして、その横浜の学校に行ってたこともあって、そっちの方の教会に行ってたということがありますので、まあ、あの友達がいたということもあるのかな。そういういきさつがありますね。はい、リウさんこんばんは。あ、たくさん来ましたね。たくさんいました。ちょっと待ってくださいね。次の質問は、キュウちゃんは聖書をどんな風に読んできましたか？どんな風に読んできたか。まず福音派で学びましたね。福音派でね。それからカリスマ派で学んだという、そういう感じですかね。福音神学と、スカイプの PM に質問が来てるんですか？そうなんですよ。スカイプのチャットに質問が来て、それ読んでます。認証いいですか？キュウちゃんの息子さんもイエス様の信者なんですか？一応家族全員クリスチャンですね。家族全員クリスチャンです。はい、大宮の増田に神の祝福を与えてくれるように祈ってくださいませんか？祈ってあげてください。セルビアンフィルムという映画でイエス様の銅像をしゃぶるシーンがありました。憤慨しました。公開中止にしてもらいたいです。そうですか。それはね、ちょっと冒涜するような、あれですよね。それは良くないですね。時々冒涜する映画は最近多いですね。不倫したことありますか？結婚して不倫したことありません。結婚して不倫したことは一回もありません。次のは、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教はもっと同じなのですかと言われていますね。あの結局アブラハムから来たということで、そのアブラハムから来たという意味では、つながりがあるということで、だから同じ神ではないんですね。同じ神ではないんですけど、まあアブラハムの神といえば同じ神なんですけども、実際本当の神はイエス・キリストだけですね。はい、イエス様にお友達がいたんですか？ですね、あのイエス様の命令を守る者は友達だということで、クリスチャンが、まあ、イエス様の友達と言ったらいいのかな。イエス様が、クリスチャンがイエス様の友達です。兄弟姉妹の方々がイエス様の友達です。牧師さん、どうしてあんなに仲が悪いんですか？牧師さん、どうして仲が悪い？あの、私はね、あのカリスマ派の牧師会に行ってますが、カリスマ派の牧師会は仲いいですよ。先週の金曜日牧師会がありましたけどね、そのカリスマ派の牧師会は仲がいいです。ゼウスとかデウスとかエホバとかヤハウェとか、どれが本当の神の名前ですか？今はイエスですね。イエスという、名前が神の名前となっておりますね。イエス様が神の名前ですね。教科書ではパウロが雷に打たれていたんですが、本当に雷に打たれたんですか？パウロが雷に打たれた、そういうとこあったかな。あのね、改心するときね、あのイエス様に光を受けたんですね。改心するとき、あれ雷じゃなくて光じゃないかな。光を受けて改心します。最初のところですね。はい、
次、イエス様は十字架にかかる前に自分が死ぬことをして苦悩してしなかったんですか？苦悩しました。苦悩しましてね、あのゲッセマネの園っていうところがありまして、まあ、オリーブの園なんですけど、そこでイエス様は祈ってですね、苦しんで祈りましたよ。で、その汗が出てきまして、その血のような汗が出たと書いてあります。ですから十字架にかかる前に苦しい祈りをしました。次は、そのフリースはユニクロですか、何着持ってるんですか。これはユニクロですが、他のメーカーの、フリースを合わせて 4つか5個あります。イエス様は本当に復活したんですか。本当に復活したんですよ。イエス様は本当に復活しました。カンちゃん牧師と仲が悪くなった原因なんですか。あのね、ニート万歳って言ったことによってですね、あの、まあ、カンちゃんはそのニート万歳を理解できなかったみたいですね。まあ、他にも理由があると思うんですが、まあ、基本的にはね、まあ、カンちゃんカリスマじゃないって言ってましたので、私がカリスマなのでやっぱりカリスマの考え方を受け入れられないんではないでしょうか。いや、本当の理由はよく分かりません。本当の理由はね、イエス様に別名があると言われているんですが、別名は何ですか。インマニュエルとかね、インマニュエルとか、それから、平和の君とか、あと何があったかな、不思議な、不思議なカウンセラーだったかな。まあ、なんかいくつか名前あります。普通はインマニュエルと言いますね。インマニュエル、イエス様の別名です。本当にモーセは海を割ったんですか。本当に割ったんです。本当に航海が割れました。神が一人だという割には随分分派があるんですね。やっぱりね、こう歴史があるし、まあ、未熟な部分があるのでね、やっぱり人間って未熟だとね、どうしてもね、こう考えが一致しません。将来ですね、あのだんだんこう、あのクリスチャンがだん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 一致してくるようになると思います。イエス・キリストに言葉を通じるのですか。祈りは日本語でも通じます、ね。神様はどんな言語でも通じますから、日本語で祈ってちゃんと通じますよ。大丈夫、心配いりません。仏の顔も3度までと言うんですが、イエス様の顔は何度までですか。7の70倍ですね。7の70倍です。だから心配しなくていいですね。7の味は許してくれますから、失敗しても失敗しても失敗してもイエス様は許してくれますよ。まあ、490っていうのは、まあ、無限っていうような意味合いがありますので、490回以上は許されないっていうことではないんですね。すごいでしょう皆さん、無限に許してくださる方ですね。無限に許してくださいますよ。はい、次の質問。どこも問題ないのに親のすねをかじり続けるニートは正当化されるものでしょうか。あの、私が言いたいのはですね、あのニートの方はね、あのイエス様のことをこう学びやすいし、それから時間もあるから、祈る時間もあるし、伝道部屋に来るも時間があるという意味で、リアルの、ね、仕事がある方は忙しいでしょ。ですからやっぱりこう信じにくいし、時間がないということですね。そしてイエス様のために生きることができるという意味でニート万歳と言っています。キリスト教内の別宗派と別教徒はどちらが嫌いですか。キリスト教内の別宗派と別教徒、別宗派と別教徒、どういう意味かな。別教徒っていうのは別宗教っていうことですかね。まあ別宗教って言えば、別嫌いっていうのはちょっと変だけど、別宗教の方が嫌いといえば嫌いっていう感じなのかな。はい、イエス様は神なのに十字架にかかった時、主はなぜ私を見捨てたのですかと言ったのですか。イエス様の他の神に値する存在がいるから。これいい質問ですね。
これはね、あの主よ、なぜ私をお見捨てなのですかというのは詩編22編のことなんですね。で、昔はですね、22編っていう言葉、あの数字がなくて、その詩編22編のことを主よ、なぜ私を見捨てたんですかというふうに言うんですね。ですからこれはタイトルなんです。一種のタイトルで、これはあの十字架の予言のとこなんです。詩編22編っていうのはね、でイエス様がこれを言ったのはね、あの詩編22編を見なさいという意味なんですね。詩編22編を見なさい、そうすればこの十字架の予言が成就してるでしょ、詩編22編を見ればこの十字架の意味がわかるでしょという意味で、これは詩編22編のタイトルということで、多くの人はこれ勘違いするんですが、これはイエス様が詩編22編を、見なさいということですね。もちろん、なぜ私を見捨てたのですかという意味もありますが、これはイエス様が神様に見せられたという、本当の意味ではないんです。あのもちろん十字架っていうのは見捨てられるということですね。十字架っていうのは見捨てられるって意味ですけど、イエス様が絶望したという意味ではありませんね。イエス様は復活することをもちろんご存知だったということですね。イエス様は何年生きたんですか？33年と言われていますね。33年生きたと言われています。ニコ生を通じて信者になった人は何人いるでしょうか？私が知りたいですね。私が知りたいですが、まあ何百人いるんじゃないかと思います。何百人、何十人かもしれませんが、何百人はいるんじゃないかと思います。わかりません、正確な数字はわかりません。何百人ぐらいはいると思います。はい、それでは次ね、はい、これは本当の牧師さん本人のブログですか？これは偽物です。これ偽物です。私、偽物のね、あのブログとか偽物のあのホームページたくさんあるんですよ。誰がねやったかわかんないんだけど、これ偽物ですから、あの私のブログではありません。本当にね、間違いやすくて困っちゃうんですよね。もうとんでもない人がいますよね。皆さん通報しておいてください。通報ね、偽物の通報しておいてください。困っちゃってますから。それから次は、人生の目的は何ですか？イエス様のために生きるということですね。イエス様のために生きる、神様に仕えて生きる、伝道して生きるとかね、イエス様の教えを守って生きるとか、そういう感じでしょうかね。キューチャー放送のおかげで家族4人ともキリスト教徒になりました。アメン。素晴らしいですね。家族4人がクリスチャンになったんですか？素晴らしい。こんばんは。うちのおばあちゃんがダウニーをボディーソープして使っています。もう2年になります。最近では髪にも使っています。どうか真実を伝えたいんですが、どうすればいいでしょうか？ダウニーって何ですかね。ダウニー、ダウニーって何でしょうか？ごめんなさい、ダウニーが分かりません。すいません。あ、とにかく祈ってあげてくださいね。おばあちゃんのために祈ってあげてください。はい。柔軟剤？柔軟剤なんですか。ああ。はい。イエス・キリストはなぜ災害を止めてくれないんですか？いじめですか？いや、そんなことはないですよ。やっぱりね、あの自己責任みたいなのがあってね、神様はある程度自由意志を与えてますので、そういろいろ問題があったら、ね、その神様の言うことを聞かないからいろいろ問題があるよってことを教えるために、そういう災害とか悪いこともあるんですが、それは神様が意地悪なんではなくて、神様がその神様の言うことを聞かないと問題があるよってことを教えるためなんですね。祈って解決しない問題はありますか？もちろんありますよ。祈ってもですね、御心にかなわなければもちろんかなえられません。ですから、祈ったら何でもかんでも叶えられるわけじゃありません。悪い祈りはもちろん叶えられませんね。は
はい、神が愛であるならなぜこのように苦しみがあるんですか。これもさっきと同じでね、罪があるからということと、神様は罪を教えたいからですね、罪を教えたいからこのように、苦しみがあるんです。キリスト教と50という数字の関係を教えてください。50っていうのはね、 7×7 の足す1ということで、まあ、完全という意味があるんですね。 7×7 足す、そしてペンテコステというその時があるんですが、でもペンテコステというのが杉越の祭りから50日目ということで、聖霊が注がれることがその完成なんだよということですね。私が油注ぎって言いますけど、まさにそれは十字架の完成みたいなものですね。はい、キューちゃんこんばんはというのがありますね。はい、これはどういう質問かな。私にはカトリック神父の知り合いがいます。階級というものがあるみたいです。プロテスタントには階級というものは存在するんですか。牧師とはどんな位置づけなんですか。まあ、牧師、階級とは言われませんが、牧師という、まあ、立場がありますね。そして牧師でも、まあ、あの主任牧師、副牧師という伝道師とか教師とかいろんな、まあ、立場があります。階級というよりも役割という感じでしょうかね。信じるって人間に対する信頼できるかっていうイメージですが、イエス様を信じるっていう告白はイエス様に対して失礼な感じはしないんですか。イエス様を信じるという告白はイエス様に対して失礼な感じはない、全くないです。逆ですね。信じない方が失礼ですね。信じない方が失礼、信じることの方が正しいわけですね。はい、56歳の男性に暴行を加えて池に沈めたり、ゴリマッチョ軍団は地獄に落ちますか。まあ、イエス様を信じなければ誰でも地獄に落ちちゃいますね。イエス様を信じなければ誰でも地獄に落ちます。キリストは十字架に貼り付けになって現在をあがなってくださったのに、まだ人間に罪が残っているんですか。信じなければ残ってますね。信じたら許されます。信じなければ罪は残ります。自動的に全ての人間の罪が許されるわけじゃなくて、信じた人に罪が許されるということなんですね。神様はなぜわざわざ食べてはいけない木の実を作ったんでしょうか。テストでしょうね。テスト、人間をテストしたということではないでしょうか。地獄というのは何のためにあるんですか。悪魔とですね、悪魔と悪霊をこの閉じ込めるためにあるんですね。または、悪魔に従う人間のために置いてあるんですね。皆さん決して地獄に行かないでくださいね。地獄にね。はい、結構たくさんありますね。ラピュタさんやマムコさん許す予定はありますか。もちろん根本的には許してますよ。ただトツは許してないだけで、トツは許してないけど、そのいわゆる裁かないで許すという意味では許してますね。はい、そろそろ終わりにしましょうね。終わりにしましょう。聖霊って何ですか。神の霊ですね。神の霊、キリストの霊と言ってもいいですね。はい、それじゃあ一応終わりにしましょう。それではですね、明かしタイムいきましょうね。明かしタイム、そうですね、今日いろいろ質問大会 Q&A 大会なので、何明かしタイムがいいでしょうかね。じゃあ AB 明かしいきましょうね。 AB 明かし、はい、皆さん AB 明かしスタートしましょう。 AB 明かしですね。以前仏教、今キリスト教。これはね、ガーナで買ったんですね。ガーナでね。
以前金の亡者、今キリストの使者、以前ウナの放送、今キューちゃんの放送、A が以前、B が今という感じですね。以前視力 0.1、以前くだらない質問、さっきくだらない質問が多いと思ったら良い質問が多くて驚きました。少し前まで 物欲があった。今は精神的なものを大事にしている。アメン。以前は空手家、今は伝道家。以前は悲しみの涙、今は悔い改めの涙。以前カリスマ美容師、今カリスマ エッチな放送を見るのをやめてこの放送だけを見ます。アメン。以前は遊んでばかりいた、勉強するようになった。以前はこの放送をバカにしていた。今イエス様を信じるようになった。以前エロ本、今聖書。以前は創価学会、今イエスキリスト。電車で席を譲りました。以前悪魔、今イエス様の弟子。以前は誰も信じられなかった。今イエス様を信じるようになった。以前は NHK、 今キューちゃん放送。ニコ生を荒らすのをやめました。以前孤独を愛していた。今皆さんを愛しています。アーメン。以前時間を無駄にしていた。今無駄な時間をなくそうとしている。よかったですね。キューちゃんの放送を見るようになってからニコ生を見るのをやめれました。アメン。以前はお金が全てだった。今イエス様が全て。以前は肩で風を切っていた。今祈りで十字架を切っている。すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。まだ何か質問来てるのかな？ありがとうございましたという、そういうの来てますね。はい、御言葉をちょっと用意してあるので、ちょっと御言葉やりましょうね。これは、詩編14編ですね。詩編14編。今日はタイトルがないんですけど、一応聖書を用意しました。愚かな者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。
善を行う者はいない、一人もいない。これ詩編62編ですね。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。詩編いいですよね。はい。ピョーチャンマーク推奨中。ピョーチャンマークっていうのは、このあれですね。弾幕をこう、消すのがひよこちゃんマークですね。この画面の下の真ん中のちょっと右側ぐらいにひよこちゃんマークがありまして、それを押すと弾幕が 見えなくなりますね。はい、それではファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージです。はい、質問ありがとうございました。素晴らしい質問ですね。素晴らしい質問です。皆さん、またね、時々こういう時間を設けたいと思うんですが、あれですね、質問来ましたね。Qちゃんがよく言ってる、アーメンハレリアってどういう意味ですか？アーメンが、はい、いいえのはいですね。素晴らしい質問が多くて感動しました。で、ハレリアはですね、確かです、同意します。という、ごめんなさい、ハレリアは、主を賛美せよですね。で、アーメンが確かです、同意しますというのがアーメンですね。で、ハレリアは主を賛美せよということですね。主を賛美しなさいということですね。はい、ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージですね。はい、はい、ファイナルメッセージ。皆さん、私たちはですね、分かんないことは当たり前です。皆さんがイエス様を信じてですね、いろんな疑問を持つのは当たり前です。当たり前です。で、それをですね、なかなか聞く機会がありそうでないですよね。ですから、もし本当にたくさんあるときは、個人的に放送外でもいいですから、どんどん聞いてください。ね。やはり求めなければいけません。私だって分かんないことたくさんありますね。分かんないことたくさんありますけど、どんどん私も聞きます。友達の MSD さんがパチンコをやめられなくて困ってるんですが、それ祈ればやめられますか？はい、祈ればやめられます。祈ればやめられます。で、さっきの詩編にもあったようにですね、こう神様に尋ね求めるものがいるかどうか、私たちはイエス様に期待しイエス様に求めています。そして、祝福はイエス様から来ます。ですから、大事なのはイエス様に求めることです。植え替えることです。多くの人はイエス様以外のものに求めています。イエス様以外のものに依存したり期待したりしていますが、それは何も来ません、ね。人間に期待しても何も来ません。お酒に期待しても何も来ません。イエス様に期待することが、これが、正解です。正解です。ですから、ぜひ皆さん、なぜ祈るとき頭を下げるのですか？いや、イエス様はこう上を向いて祈ったっていう記事もありますから、上を向いて祈ってもいいし、目を開けて祈ってもいいし、とにかく神様に心を向けば、頭を、ね、下げなくてもいいです。自由です。祈りは自由ですね。大事なのはその心が大事ですね。今日の放送もいいですね。ありがとうございます。はい、そういうわけで、ぜひ皆さん、これからもですね、私たちはいろんな疑問が湧いてくるでしょう。どん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 求めましょう。私はですね、できる限り皆さんの質問に答えますので、特にスカイプチャット、放送外でもいいですから、どんどん放送、質問してください。答えます。そして、もし相談があれば、時間があれば、スカイプで、どんどん相談も乗りますので、皆さん、一応ネット牧師ですから、ネット牧師、何でも聞いてください。
時間がないときはまた時間を指定してやりますので、ぜひ皆さん、一人で悩んだり一人で考えたりしないで、牧師を用いてどんどん前に進みましょうね。疑問があったらそこにストップしてしまいますので、どんどん質問してもっともっとね、前向きに考えましょう。それからもちろん祈りでね、イエス様に聞いてもいいんですよ。イエス様に質問してもいいんです。今祈りの話が出たのですが、一番良い祈りってあるでしょうか。またキューちゃんはどのように祈ってますか。主の祈りっていうのがありますね。主の祈り、あれはですね、ただあれを唱えればいいということじゃなくて、その中身が大事ですね。中身、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になること口にも行われますようにっていうのはリバイバルの祈りですね。ですからやっぱりリバイバルのために祈るということがとても大事ではないでしょうか。リバイバルのために祈る、ね、皆が崇められるように、御国が来るように、御心が行われるように、これが大事なんですね。ただそれを唱えればいいということじゃなくて、本当に、その意味をよく理解して、意味が分からなくて祈ったってしょうがないですからね。意味を理解して祈ることが大事です。はい、それでは時間来ちゃったので招きをしましょう。今日はですね、ちょっと変わった趣向で Q&A 大会なんですが、イエス様に委ねて、祝福が欲しい人、罪が許して欲しい人、永遠の命が欲しい人、アメンと言ってください。イエス様と深い、この信頼関係を持って、イエス様から祝福されたい人、和樹さん、ジェイさん、小太郎さん、アメンと言ってください。アメン、第3、アメン、アメン、アメン。忘れない前に、8時からリレー、放送がありまして、第3のリレー放送があります。これですね、アイメラニさん、第3の8時からリレー放送があるので、皆さんぜひ応援してあげてください。第3の放送見てください。お父様、感謝します。たくさんの方が質問してくれました。たくさんの方が、その、疑問がありました。正確に理解できたかどうか分かりませんが、もっともっと上書きを与えてください。あなたに対する上書きを与えてください。あなたから力を受け、愛を受け、油注ぎを受け、燃えますように。リスナーの方々が、イエス様の火によって燃えますように、燃えますように、燃えますように、満たされますように、満たされますように、満たされますように、信仰に満たされますように、愛で満たされますように、希望で満たされますように、祝福してください、祝福してください、祝福してください。どうぞリスナーの方が、神の力を帯びますように、神の愛で満たされますように、どうぞ喜びで満たされますように。イエス様、あなたから来ます、十字架から来ます、霊的な祝福が来ます、神の力が来ます。満たしてください、満たしてください、満たしてください。イエス様、リスナーの方々を祝福してください、祝福してください。もっとです、もっとです、もっと祝福してください。神の火で燃え上がりますように、神の火で燃え上がりますように。イエス様、どうぞ日本のリバイバルのために、リスナーの方々を用いてください。日本のリバイバルのために、リスナーの方々の祈りを叶えてください。イエス様、私たちは祈ります、信じて祈ります。イエス様を信じて祈ります。どうぞ日本にリバイバルを起こしてください。日本を救ってください。リスナーの方々が信仰で燃えますように、確信が得られますように、強くなりますように。イエス様を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さんありがとうございました。今日はですね、ちょっと変わった趣向で、Q&A 大会というのをやりましたけども、いかがだったでしょうか。こういうことも、まあね、いろいろマンネリ化しないためにも、いろんな、アイデアが必要ではないでしょうか。皆さんも何かいいアイデアがあったら、ぜひ私の方に、教えてください。もっともっとこう自慢にいろんな、このプログラムやりたいと思っております。いいアイデアあったら教えてください。ありがとうございました。
それでは明日またお会いしましょう。シャローム、おやすみなさい。シャローム、おやすみなさい。平安がありますように。第3のリレー見てくださいね。シャローム、シャローム、シャローム、シャローム。